なんじゃあいつ早っ、ね、まあええけど、はい終わって、はい当ててくれ頼むわ。マジで兄貴やん。どれだけお互い耐えれるかですよ。もうチーム一丸となって頑張りましょう。95ゲームです。まあいや全然ですよね。何ゲーム打った？1万ゲームは打ってるよね、君のこと。1回も7揃ってないんやけど。プライベートちゃうね。どれだか欲しいね。頼むわなあ。もうええ加減分かってくれ。叩かれんねん。コメント言ってたら言ってたら赤い襖が、赤いドアが、俺がぐちぐち台に言ってたらほんまに聞いてくれた。7の塊狙って滑ってきて、あのプレミアバーだったらいいけど、こうなりますか。前と一緒やね。挟みましょう。あらら最悪です。完全にフェイク。僕がぐちぐち言ってたのをおちょくってきました、こいつ。許されへん俺この台。とことんやろうやんけ、にゃんこ。どれにするかっすね。心霊系 YouTuber っす。あ、すいません、あの持ち帰りで、はい、あのこの一つもらってもいいですか。ブラジリアンスパイクミックス、はい、すいません。はい、よっしゃ、買ってきました。喜ぶと思います。お店の人にね、これ何か聞いたんですけど一切分かんなかったアラブ系のなんちゃらアラブ系の粉って言ってました怖いやつ、一番怖い粉アラブ系の粉怖いですね、確かに。脱水症状起こすわこいつ、ほんま一筋縄じゃいかん。もうこの台と向き合うよ俺。忍者猫、うわこれちょっと強いよ。中段ベルかな、強い強い演出です。言うてる間に400ゲームです。騒がしくなってきました。中段ベル引きました。約1000分の1です。3匹ガマネコ忍者。ガマネコ忍者はねレアですよ結構。でここで煽りが入ると337もいいし、下手したら行くか。白チャンス。あーこれはもらったんじゃないかな。熱いよ。3匹あるよ。これあるよ。揃います多分。よいやったや、やっとや。チャンスゾーン煽ってる最中にこれ来ました。チャンスゾーン入れたかったけど、まあいいでしょう。黄色、あ緑、ちょっと期待できる、期待できます。緑色です。まあだからオールポセイドンは無理なんで、ほぼほぼ歯です。この辺を多めに引きたいところ。ポセイドンか。60何パーあるからね。
もうちょっと、あ、多いわ。アフロディーテ、ハデス、6、7、7、8、ポセイド多い。さあ残り1回、 30% でゼウス、アフロディーテ、いいでしょう。これだけでやってみましょう。あ、ちょっと強いポセイドンです、これ。10ゲーム、あー、これ大きいね、ポセイドンで強い。10、これがデフォ。5、さあ次が歯ですか。振り向いて、こっち振り向いたら熱いです。ベル、振り向かず。アフロディーテ、7揃い、カットイン。さあ来ました、カットイン、カットイン行きます。でもね、青なんですよね。ラストベール20、さっきより低い。緑なのに85ゲーム、85ゲームは弱い。 AT でどれだけやれるか。残念です。終わりました、デフォ画面ね。28本使用で現在400枚。申し訳ないんですが、ここで僕ちょっと大移動します。ここで捨てます、この台。2台隣だ、これだ、ここに決めた。朝1台00、前日も前々日もそこまでです。どう今のところ。全然よ、全然。そこで一旦元気出してほしいんで、昼飯買ってきました。やったー。まずこれは本当にパールタウンの、これスタッフさんよかったらサンドイッチ、どうぞ。で、森山さん、あれです。いいよ、いいよ。お前さ、なんで毎回ブラジルやねん。これに至っては店の人にこれ何ですかって聞いたら、店の人も知らんって知らんもん、知らんもん。まあでもこれで、いや、これ美味しいけど、いや、美味しいやろ。いや、もう食べて。俺ちょっとまだ、ありがとう、あ、打ってくるわ。ちょ、ほんまリリーしかおらんから頼むわ。 OK、 よし、いいことしました。さあこの大移動、吉と出るか京と出るか見届けてください。ブラジルの揚げ物も食べました。マジリリーの乃木坂次第やな。じゃあ後半戦はちょっと初めてなんですけど、冬のソナタでいきます。これなんか聞くところによるとね、すごい大人気ということで、初です、初ソナタいきます。スタート。冬ソナタ見たことありますか？ない。ヨン様とかは分かるくらい。全然分かります。ヨン様はチェジューですね。チェジュー。それこそあの時ってテレビでやってたんですかね。テレビじゃないですか。今みたいにないですもんね、サブスクは。ああ、急にちょっとチャンス、タイマー。これでも保留なくても当たるとき当たる。でも保留がちょっと変わってます。あ、保留なんですか。これ手紙になってますね。へー、初めて。なんか派手な金、え、いいんすか。金っす。え、めっちゃ熱いっす。マジで急に急にこんなチャンス。
なになに？もう一回疑似で行ったらよかったんですけど。あ、行かなかった。あ、まあまあね。でも金は出てました。これでもドラマしてたらめっちゃおもろいんでしょうね。一度帰って夜また来るな。どうだ？金。どうだ？暑いよ、暑いし。チュンさん。70%ぐらいある。70%ぐらいある。え？おお。西野さん。すごいっすね。無事でよかった。これまたこっち右打ちなんですか？そうです。え？でまずこれが奇数に変わったら確変なんですよ。エアパイプないっすか？ないっす、ないっす。とりあえずこの赤い奇数系に行くことを願う。そうなったら奇数になるんですか？そうっす。これを、あー、まあまあ、まあまあまあ素晴らしいですめちゃめちゃ速いですね。で、右打ち？で、右打ちです。まあまあいいでしょう。で、これは普通に左打ち。右打ちです。19。さらに。おい。これで来てくれないと。あ、違った。この次っすかね。これ。頼むよ。ミヤネ。ミヤネ。ミヤネ。チャンスハンサラン。チャンスハンサラン。リジと連絡つくといいわね。白が熱い。チュンさん、一体どこにいるのよ。何も言わずにいなくなるなんて。あんまり熱くないか。チュンさん、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 頼むよ。ダメ。ここからもない。くそ。俺と結婚してくれ、にゃんこ大戦争。俺にゃんこでハマってる男どう思う？結婚できへんかな、こんなやつ。もう何でもええから結婚してくれ。最低でもあと1回僕これ打席は回ってくると思います。そこでホームラン打てるかどうか。何か引きたいな。今んとこ2回赤い扉が閉まっただけ。それじゃダメダメダメよ、ダメダメ。エレキテル連合元気かな。やばい、マジ兄貴終わる。何もええとこ見せれてないよ。視聴者の皆さん大変申し訳ありません。6枚目です。なので51本目。もう兄貴とはもう言えないですね。あと100ゲームハマったらチェーンソーで大パンします。絶対にします。こんなこともあろうかと持ってきております。おそらくこれが最後の台でしょう。そうですね、ええ、ちょっとこれで早めに当ててラッシュ入れて、ね、気持ちよく終わります。あ、レインボー、レインボー、え、いいんですか。いや、当たり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 、ラッシュも多分入りますね。マジで今のは、いや、先読みとかなかったっすよ。何今の、難しいとこ引いてる、見たことないっすね。やっぱ何今の、やった。
とりあえずめちゃめちゃ不意打ちでしたね。急に来た。結構レアなハマちゃん。そうですね、まあ、しかももう出た瞬間にラッシュまで確定なんで、だから嬉しいやつ。安心して見れる。安心して見れる、ね、ストーリーを楽しめる。はい、押しますよ。はい、ママちゃんありがとう。ママちゃんありがとう。マジしれっと出ましたよ、ね、びっくりした。はい、まあでも、まあ、これで多分7位と思う。気持ちいいね、7は7ゾロ、気持ちいい。はいはいはい。いやー、いいね。いやー、マジすごいっすね。いいよ。大体継続率でいうと 84% ぐらい。とりあえず安定するとちょっとやばいって感じですね。これが、あー、これがやばい。え、やばいっすか。これがやばい。何をしとんじゃん、これ。あー、やばい。これで当たったら意味ないよ。あー、外れたら。おお、サンキュー。おお、これで2位2分の1の勝利。10ラウンドです。サンキュー。やばい。これはもう多分切れる。ナイス。お、ボリューで。あした。ボリューで。本当だなと。これはボリュームになる。すごいな。すごい。すごいって129分の1でこんな出るんですよ。いや出る。先発。いや相性いいんですよ。ね。おお。あれ。切れないか。あなた。あなた。多分大丈夫。あとだ。あー、やばい。止めてて大丈夫っすよ。さっきボタン赤で大丈夫でした。あー、ボタン。あー、頑張れ。すげえ。復活。いや、これはいない。これがやばい。やばい。てかこれも何なの？こればっかや。あー、やばい。まあね。
終了。まだあるですね。まだこの間リリーさんは本当全部終わった最後に復活してたんで、この辺でハンドルを左に戻してください。いろいろ当たりラッシュは聞けましたね。ねえ、いや楽しかったな。リガやっぱいいな。リガと乃木坂さんこの2分柱。設定変更してたら1122で天井です。で今875、これは期待値はもう出てるんで、もう天井しかもちろんいかないんですが、仮に据え置きだとしても前日の最終スタートゲームが230なので、据え置きだとしても今1100ゲームぐらい、まあ、どっちにしろもう天井を追うしかないね。逆やばい、逆やばい回になりました。今トレ引く中です。トレ高じゃないです、トレ引くです。これはい皆さん、これで900ゲームです。あと200ゲームで天井ですよ。約200ゲームでやばないですか。やばい、逆逆神回です、悪魔回です。天井からの跳ね返り見といてください皆さん。俺もう許さない。よかったなにゃんこ、こうなったら連れてってよ天井まで。設定変更してた場合の天井です。次のゲーム1122到達。あらあら、大枠フラッシュが。これは天井でしょう、天井でしょう、これ天井超えましたか。ほら3匹、これは天井だ。はい天井です。はい来ました、天井逆神回です。はいもうモリモリ、これですね。参加天井です。とにかくとにもかくにも1122の天井踏みました。お待たせしました、まあ、60何パーでギガントゼウスです。もうテロップフォローしてくれてます。いきます、星流れ星。遅いぞ遅いぞ遅いぞ、あれ遅いぞ遅いぞ。ギガントゼウスか。はい次で最後、ゼウス、ギガントゼウス。はいギガントゼウスでした。60、まあ一番天井の一番ベタなやつです。いきます、オールポセイドンの方が上乗せゲーム数の期待値は高いです。まあいいでしょう、関係あるかそんなもん。天井まで来とんねん俺、こっからや。もうポセイドンへ、あ強いポセイドン、10以上。ラストポセイドン、あラストポセイドン、ポセイドンでは40ゲームです。ちなみにギガントゼウスの平均は210ゲーム。ハデス1回でも振り向いて、これはダメ、ベルナビあと1回ハデス振り向いて、カットイン来ないと君やばいよ。ラストゼウス、ここで決める。それはないって、これ天井ですよ皆さん悪魔界やん、ほんまのトレ引くやん
データの部分で難しかった部分があったんですけど、はい、今回もシンプルでございます、パチ屋あるある、うん、たまにあるラッキ ー、 おー、いいや、お客様にとってのラッキーですね、はいはい、こいつにも分かります、分かります、お、分かります、経験されたこともしかしたら、うん、そうですね、俺当てれるかも、さっき言っとってる、さっきじゃあ書いとくわ、あ、いいですか、はい、あ、いいですね、新しい、はい、手品みたいな、じゃあお願いします、パチあるある、たまにある、こう、うん、たまにあるラッキー、あ、お茶碗、下になりますね、はい、わこれは大事よ、この場合どうなの、いや、ちゃんとやってくれる、ヒロです、たけよ、はい、ヒロ、いつもお待たせいたしました、すいません、こちらどうぞ、ここまでやってくれへんやん、勝ち盛りできたっていう、あの昔は結構玉箱のお店が多かったんで、あの落ちる玉多かったんですよね、なのでああいう風になっちゃうとスタッフが総出であのお店中の玉を拾ってくるんで、むしろ増えて帰ってくるっていう、へえ、じゃあ予想を教えて、俺でも、うん、ほらスタッフさんが落ちてる玉メダルを、ああほぼ一緒やほぼ正解、ほぼ正解ですね、正解、はい、いいですか、はい、いいですか、はい、せーの、89、おー、まあ、入ったか、じゃあまあまあ、そのラッキーはあるんやろうなと思うけど、そこまでなんか、どうでもええなと思ってもらった、そんなミス、そんなミスないから、俺には、なかなか、ね、されたこと、うん、まあ、ほんで今ね、うん、あの球出さないですもんね、そうですね、でも実際こうしたら本当その場で拾っていくって、そうですね、大変なの、球がバーッと本当に海みたいになっちゃうんで、あの時やっぱめっちゃ焦ります、ね、焦ります、焦ります、へえ、何回ぐらいやったことあるんですか、こぼすの、2人とも10回以上、自分でやったり誰かがやったりして、ね、手伝いに行ったりとか、へえ、あるあるなんや、じゃあ全然あのお客様が倒しちゃう時は、はい、通路通ってる方が、うわ、なるほどね、1箱ちゃうから10箱ぐらいはね、うわってか、もう何箱あったかも把握してないんでじゃあめっちゃ怒るじゃん、これじゃん、もう、そうです、怒ります、とんでもない時間かかります、ランクインかじゃそうですね、今日そういう回調整する回調整回、無事3位にたまにあるラッキーが入りました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、すいません、おでした、いや今日も良かったね、お疲れお疲れ、良かったね、たくさん差し入れもいただいてありがとうございます、こんな正規なくなったよ、すごいね、ああ、天井、にゃんこ大戦争の天井の破壊力ってとんでもない、ね、はいはい、そこに行ったわけや、天井から余裕で V 字回復できる台のこう行こうとして、はいはい、そらなこのまま転げ落ちてっても頼むわ、ほんま通常あたりより低いゲーム数90ゲーム、まあ、とりあえず最悪なんやな、とりあえず最悪、なんぼ通したか知らんけどさ、言わなあかん、はい、あ、ごめんなさい、はい、殴らないで、はい、8万円え8、新記録、新記録じゃん、3,950万円、8万円、多分この番組新記録やろ、8万新記録で回収、回収っていうのも申し訳ない、もう力尽きてやめた、約300万円、7万2000円ぐらい、頼むわ、ほんまごめん、ほんまに兄貴とか言っててごめん反省した、兄貴なわけないやん、そして僕がですよ、え、投資が2875玉で回収が1877、めっちゃ足引っ張ってるよ俺、いやー、まあまあね、これはその先玉、はいはい、まあまあまあ、レンちゃん今日はこれではっきりしたというか、いや、ほんまに、うん、全然その通りやった俺ほんまにもう成功した、情けなかった、心臓止まってる時間1分半ぐらいあった、頼むわ、はい、すいませんでした兄貴、いや頑張りましょう、次回兄貴です、わかりました、すいません、じゃあちょっと次回頑張りましょう、よかったらいいねも押してください、はい、チャンネル登録もお願いします、頑張れるやの方見てくださいお願いします、ありがとうございました、素晴らしい。